で、お、最後とんかつ回した。お、かっこいい。はい、どうもどうも、こじまです。今日はこちら、すみこ暮らし集まれすみこタウンやっていきましょう。では今回も占いの方から占っていってもらいましょう。最近ですね、占いするたいペンちゃんになって、ペンちゃんが変なね評価してくるんですよ。いつもお任せっていうのがあって、ランダムで選ばれるんですけど、あ、よかった、白熊だ、ペンちゃんじゃなかった、よかった。はい、よろしくお願いします、白熊先生。いやー、もういつもペンギンばっかでね、なんかね、星一個もくれないんすよ。白熊はね、ちゃんと星いっぱいくれると思うのでね。はーい、見せて。星三つだって普通。ラッキーアイテム、風呂敷。ラッキー隅っこはお風呂の隅っこです。お風呂、あ、そっか。山がいるんか、山が多分温泉するんじゃね。まだ山はうちのタウン来てないんですよね。おー、暗。暗。誰もいねえ。前回ホコリちゃんとかね、いろいろ来ましたね。ホコリちゃんとかお化けとか豆マスターが来ましたね。で、今その後なんで暗いですね。あ、お化け。ちょ、お化け夜に歩くと怖いでしょ。お家ちゃんと準備したんだから、そこで寝なさいって。かみんななんでおるね。ちゃんとね、私ね、みんなのお家を作ってるんですよ。この家誰の家になるんかな、わかんね。これはペンちゃん入れてるんですよ、確か。いや、ペンちゃんまだ入れてないか。こっちは白熊の家になっております。入ろう。チャース白熊寝とる。白熊いつも寝てるよね、ちゃんと。ではみんなが寝てるので、その間にタウン作りやっていきましょうかね。明るくなるんか、タウン作り。あ、左の置ける量でちょっとあれね、注意とかなんね。もうそろそろ半分いくわ。温泉靴屋出とるやん。あ、ライブステージとかある。ライブステージ。でも狭くて置く場所がきつくなってきたね。こっち置いていいかな、ライブステージ。へい。で、温泉をどこに置くか。温泉どこ置こう。でかっ。え、温泉でかっ。ちょっと一旦ここに置こう。ちょっと一旦置くね。で、靴屋さん、靴屋さん、もぐら。ちょっと待って、金ある。金きつくない私。はい、一旦終わります。お金後で稼がなきゃ。セーブ中。48円しかねえもん、買えんと思ったよ今。すみっこライブで遊べるようになりました、やった。お、タウンにやってきたんだって、夜なのに。あ、明るくなった。誰、お、雑草ちゃん。へえ、ライブ好きなの。まあ確かに賑やかだね、雑草ちゃん。わーい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 。もう一人いるっぽい。あ、そっかそっか、山だ。ちょうどオープニングで言ってた山ですね。さあ、喜ぶか、どんな喜び。うおー、すげえ。はい。で、新しいミニゲームができるようになったので、それをやりたいんですけど、まずは、お家をちゃんとね、やってあげないといけないですね。お家の割り振り。あそこの家入れてあげようかな。箱の家に。雑草ちゃんと山を入れてあげましょう。これ二人までは同じ部屋行けるんですよね。よしよし、入ってけ入ってけ。入ったか。多分入らないんだよな。入ったり入らなかったりするんだよね。ではでは、ミニゲーム新しいのができたので、それやっていきましょう。これ、あ、あと三つあるわ。まだまだありそうやね、このすみっこさん。ライブ。あ、音ゲーか。なるほどね。アイコンが自分の枠に重なったタイミングで演奏ボタンを押そう。どれくらいタイミングが合っていたかによってもらえるコアが変わるよ。続けて成功するとコンボがつながって、どんどんボーナススコアが増えていくよ。連打やフリフリタイムはスコアをたくさん稼げるボーナスタイムだよ。たくさん増やしちゃおう。ということで、私の苦手な音ゲーです。すみっこライブやっていきましょう。お、かわいい。集まってきた。緊張しとる。固まっとる。ではやっていきましょう。うん、かっこいい、ロックじゃん。はいはい、しっぽちゃんいいね。とんかつを目の前で応援してるっていう。狙っとるでしょ絶対。はい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 。てて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 。ちょっと待って、びっくりした。ちょっと色が
タピオカ被ってるから急に現れるのやめて。どうせ右から来るでしょまた。はい。え？え？白クマなんかめっちゃ乗ってるくない？あー、危ない危ない。おー、かっこいいかっこいい。うん、みんなどんな楽器聴いてるのか気になるけど、ペンちゃんがベースっぽいね。で、猫ちゃんとトカゲがギターですね。で、シロクマは、それなんだっけな、なんて言うんだっけな、キーボードなのは知ってるんだけど、まあなんか名前あったもんね、忘れたけど。で、トンカツがドラムっぽい。はいはいはい。かわいい。ちょっとみんなが振ってる。気が散るけどかわいいって言えるそう。みんななんか教育されとるね。こういう風に触れと。なんか若干ずれてない。え、何それ。あ、そういうこと。かっこいい。眉毛で撮る。あ、A ボタン連打でいいんだね。なんでみんなその目になると。はいはい、連打してる連打してる。かわいい。かっこいい。猫ちゃんかっこいいよ。はい、イラスト。かっこいいかっこいい。オッケーオッケー。お、最後トンカツ回した。お、かっこいい。なにこいつら、かっこいい。あ、ペンちゃんなの？私ペンちゃんだったの今。あ、飛んだ飛んだ。飛べないペンギンはペンギンじゃねえということで飛びましたね。かわいかった。わーい、1000円だ。おー、楽しかった。なんかいっぱいお金もらった。ああ、いいね。で、これ多分朝になったらね、イベントが増えると思うので、朝になるまでちょっとカットしましょうかね。多分朝にならんとね。いやー、ここかライブ会場か。このテントで何に使うんだろうね。一応置いたけど。はい、イベントありますね。普通に夜中だけど。じゃあお化けのやつやっていこう。あら、かわいい。おーい。豆マスターかな。なんだい？お客さんだ。コーヒーお願い。は、はい。お化けはアルバイトですね、確か。どうぞどうぞ。あ、これオープニングだったね。へい。ありがとう。お、並んでる。頑張れ、頑張れ、頑張れ。え？めっちゃ運ぶやん。頑張って。お化けと汗出るんだね。働けますね。お、もうすぐ終わるかな。似てる。お化けとタピオカ似てるね、顔が。おーい、なんだい。ん？お、すげえ。お化けじゃん。あ、かわいい。へえ。豆マスター、ちょっとイケメンじゃん。豆マスターちょっと見たいんだけどいないね。じゃあちょうどこの辺で切りが良さそうですね。終わりにしましょうかね。お別れを誰にしようかね。あ、お化けがいる。よし、お化けにしよう。お化け、お化けお腹減ってるやん。じゃあちょっと持ち物でなんかあげよう。お化け何食う？スイカ食べる？このスイカ。はい。好き？スイカ。あ、好き。はい。では今回はここまでになります。ちょっと後ろ向かんで。尻尾かわいい。尻尾かわいい。はい。今回ここまでです。ご視聴ありがとうございました。バスしれっと隅っこになってますよ。335。それではまた次回よろしくお願いします。それでは、バイバーイ。